はい、レオンジェネルです。テレビ本編最後のワンダレッドブックのワンダーオールマイティワンダレッドブック。こちらを紹介しましたが、その動画のコメント欄でレオンさん、オールマイティに隠しメッセージがあるので、ぜひ解読してくださいねっていう風なコメントが結構多くって、僕それ気づいておりませんでしたから確認しましょう。隠しメッセージがあるのは、展開状態の、このブレイブドラゴンの裏側だった。確かにほらライダー文字がある。これを解読する必要がありますね。ライダー文字一覧は公式が解説を出しておりますので、要はアルファベットがローマ字表記で刻印されてるんですよね。これはでも同じ文字が2つ並んでるな。上からちょっと解読書を見ながら、 MEDETASHI か。まあ、でもなんとなくわかりますよね。この形状 M っぽいし、ここ E っぽいし、これは A っぽいけど D だって、TA、今わかった！めでたし、ちょっと声裏返ってた。めでたし、めでたしだ。おお、すげー、これはすごい。マジか、めでたし、めでたしって書いてあるんだ。物語の、あのテレビ本編、最後のワンダーライドブックだから、これによって物語が完結したんで、めでたし、めでたしって書いてあるのか。おお、すげー、気づかなかった。あれ、これなんかブログとかに書いてあったっけ？え、待って、もともとのエレメンタルとかでも裏側載ってる？あ、文字ある。これもちょっと解読するわ。URA、 あ、裏だあ、パーツの裏側だから裏って書いてあるんだ。うぃー、マジでか。え、ちょっとさ、デカブック系なんか他にも、あったりする？あー、これは特に2001とか2013みたいな。あー、あれかな。歴代スーパー戦隊とか歴代ヒーローの西暦が書いてあるのかな。え、他にも隠し文字はないよね。まあ、こういうところに表記はあるけど、例えばこれならもそのまんまプリミティブドラゴンだよね。そんなところに文字がみたいな。あ、でもこういうところとかもこっち向きだね。仮面ライダーか。ここはワンダーワールドだもんね。隠し文字ってわけじゃないもんな。これは同じっすね。仮面ライダー、ワンダーワールド。あ、でもこういうところにも刻印されてるな。DAIHA、ダイハ、ZHOU、ゾウ、WOKA、ウォカ、NERU、ん？ネル。え、全然、ローマ字になってないね。なんかメッセージって感じでもないもんね。で、ここ同じ表記なんだけど、ここの表記が変わってる。これ数字だ。5HIK。ん？ 5HIKI。ヒカ、ゴーヒカ。いや、わかんないな、意味が。HTRAE だから、いや、でもこれもわかんないな。ん？わかんないわ。解読してもよくわかんない文字みたいなやつ多いね。まあ、でも隠しみたいな、明らかに運営からのメッセージみたいなのは、このエレメンタルの裏側の裏と、今回のオールマイティの、ここね、めでたし、めでたしですよね。いや、これはすごい。粋な隠しメッセージですね。ちょっとまた新たなブックが届いた際には、こういう隠しメッセージ探してみよう。気づいたか気づいてないかで、このブックの価値が変わってきますね。なので、ぜひ変身遊びした後は、この裏側のめでたしめでたしを探してみてください。以上、レオンチャンネルでした。